1906年フランスグランプリは1906年6月26日から27日にかけてルマン近郊の行動サーキットで開催された自動車レースの通称。開催当時のイベント名は1906年フランス自動車クラブグランプリであった。フランス自動車クラブの主催によって行われたこのレースは歴史上初めて自動車レースとして グランプリをイベント名に使用したことから、後に史上初のグランプリと呼ばれるようになった。レースの優勝者は、ルノーの車両に乗るハンガリー人、フェレンクシスだった。1906年フランスグランプリの源流にあったのは、1900年に初開催されたゴードン・ベネット・カップと呼ばれる自動車レースだった。スポーツを通じた自動車産業の推進を目的に創設されたこのレースは、 1903年以降ヨーロッパで非常に大きな注目を集める自動車レースとなっていた。閉鎖した行動をサーキットとして使用し、に通った設計の車両同士を競わせるというゴードンベネットカップの競技フォーマットは都市間を移動する形で行われ、参加車両の設計にも制限がなかった旧来の自動車レースのモデルを置き換えるものであった。レースは国別対抗戦として行われ、 優勝国が翌年のレースを開催する権利を得ることになっていた。ドイツで開催された1904年のゴードン・ベネットカップを制したレオン・テリーとリシャール・ブラジエの車両を熱狂的に歓迎するパリ市民ゴードン・ベネットカップに出場できる車両は各国3台までとされており、そのためフランスの自動車メーカーは当時ヨーロッパで支配的な地位にあったにもかかわらず、 自らの優位性を十分に発揮できなかった。フランスからレースに出場できる台数は自動車メーカーが一社しか存在しないスイスのような国と等しかった一方でメルセデスのような2カ国にまたがって自動車を生産するブランドは合計で6台の車を出場させることができた。フランスの自動車団体であるフランス自動車クラブは三台の出場者を決定するにあたって ゴードンベネットカップの前に自国のメーカー間で選考会を実施することを強いられていたが、1904年には29台ものフランス車が3台の出場枠を争う事態となっていた。1904年のレースではフランスの自動車メーカーであるリシャール・ブラジエの車両が優勝し、フランスが1905年のレース開催権を得た。フランスのメーカーはアッコフに対し、 1905年にゴードン・ベネット・カップのフォーマットを変更し、国別の出場台数制限の存在しないイベントとの同時開催とすることを提案した。アッコフはこれを受け入れたが、出場台数制限を廃する代わりに、各国の自動車産業の規模に応じた台数制限を導入することを決定した。アッコフの案に従った場合、フランスは15台を出場させることが可能となる。 一方で、ドイツとイギリスは、各6台、イタリア、スイス、ベルギー、オーストリア、アメリカは、各3台の出場台数制限を課せられることになっていた。アッコフの提案は、フランス以外の参加国からの猛反発を招き、ドイツの働きかけにより、提案を検討するための各国の自動車団体による会合が開かれることとなった。会合では1905年のレースに、 アッコフ提案のフォーマットを採用することは却下され、妥協点として1906年のレースに新たな出場を数するルールを導入することが同意された。この1904年の会合は国際自動車公認クラブ協会の結成につながり、エックアはその後国際自動車連盟へと発展した。しかし、1905年のレースでィシャール・ブラジエの車両がまたも優勝し、再び、 フランスが翌年のレース主催権を獲得するとアッコフはゴードン・ベネット・カップの開催を終了し1906年からその代わりとなる新たなイベントフランス自動車クラブグランプリを開催することを決定したグランプリの舞台となったサルト・サーキットのコースズコースの各所には防護柵や歩道橋が設置されたルマンの市議会と当地のホテル経営者は共同で グランプリレースへの資金提供をアッコフにオファーし、それを受けたアッコフは、ルマン近郊をグランプリの開催地とすることを決定した。開催の決定を受け、サルト自動車クラブは全長 103.18km の行動コースを考案した。ルーマン周辺の畑と森を駆け抜ける、このコースは当時の大多数のサーキットの例に漏れず三角形のレイアウトをとっていた。 グランプリは2日間でこのサーキットを12周して行われ、レースの早々高距離は 1238.16km となっていた。当時の自動車レースではコースに近づきすぎた観客が死傷する事故が続発していたため、アッコフは全長 65km にわたる防護柵をサーキットの要所要所に設置し、観客の安全を確保した。 サーキットにはコースを横切る、歩道橋もいくつか設置され、スタート、フィニッシュ地点である、モンフォールイコールルイコールジェスノワには2000席の観客席を持つ屋根付きグランドスタンドが建設された。グランドスタンドの反対側にはピットが設けられ、そこで各チームは競技車両の整備を行うことができた。グランドスタンドとピットはコースの地下を横切るトンネルで往来できるように、 なっていた。行動本来の舗装では競技者によって路面が剥がれて跳ね上げられパンクなどの問題が発生することが予想されたためアッコフはコースの全長をタールによって舗装した。それでも練習走行中にいくつかのコーナーで路面が壊れたため適宜タール舗装が追加で行われた。グランプリで我々が勝てば世界にフランスの自動車がベストであることを知らしめることが できるだろう。もし負けたとしても、それは単なる偶然であり、ライバルたちは、自国車の悪評を挽回する機会を与えてくれた、我々のスポーツマンシップに感謝するべきだ。ザ・モーターが引用した、フッツ氏、ルプティ・パリジャンの主張をこのレースにはフランスからオチキスや、ルノー、パナールなど10社の自動車メーカーが参加したほか、イタリアからも、フィアットとイターラの2社が、ドイツからは1社が参加した。 ほとんどのメーカーが各3台の車を出場させ、総出場台数は34台となった。一方で、イギリス及びアメリカの自動車メーカーは参加しなかった。イギリス人たちはこのイベントが、フランス自動車産業のためのプロパガンダとして利用されることを疑っており、イギリスの自動車雑誌、ザ・モーターは、フランス側にスポーツマンシップが欠如していることの証拠として、フランス紙。 ルプティッパリジャンの記述を引用した。アッコフは、出場車両に1 0 0 0ラムの最大重量制限を課した。燃費にも規定があり、使用可能な燃料は、走行距離1 0 0キロあたり、最大3 0ラムに制限されていた。出場車は、全車4気筒エンジンを搭載していたが、エンジン排気量は、最小は、グレゴアールの 7433cc から、最大は、 パナールの 18,279cc まで様々だった。排気によって路面からダストが舞い上がるのを避けるため、各社の排気管は髪型に向けて伸ばされていた。各チームにタイヤを供給したのはミシュラン、ダンロップ、コンチネンタルの3メーカーだった。ミシュランはこのグランプリにジャンテオマビブラと呼ばれる新型リームを持ち込み、パンク時のタイヤ交換に要する時間を大幅に短縮した。 ゴードンベーネットカップとは異なり、グランプリではレース中、ドライバーと同乗メカニック以外に競技車両に触れることは許されなかったため、ミシュランの新型リムを使用することは大きなアドバンテージになり得た。旧来のタイヤ交換ではないフで古いタイヤを切り離す必要があり、15分程度の時間を要したが、新型リムを用いたタイヤ交換は4分以内に完了することができた。 フィアット車は4輪すべてに新型リムを使用した。ルノー車と2台のクレメントバイヤード車は後輪にのみ、新型リムを使用した。新型リム一つにつき、通常のリムと比べて 9kg の重量が追加された。イターラやパナールなどの車両は、最大重量制限を超過するため、新型リムを使用できなかった。イベント名にはフランス語で、対象を意味する。 グランプリの号が使われたが、これはレース優勝者に与えられる賞金の4万5000フランを指していた。モンフォールイコールルイコールジェスノワに置かれたスタート地点の様子サーキット周辺の行動はレース当日の午前5時に閉鎖された。スタート順を決めるため13チームの間でくじ引きが行われ、各チームに1つの番号が割り当てられた。さらに各チームの3台の車両それぞれに A, B, C の記号が割り当てられた。モンホールイコールルイコールジェスノワのスタート地点では、各チームの A と B の車が、スタートラインの前に2列に並べられ、C の車はその後方のコース脇に1列に並べられた。各車は午前6時から90秒間隔で1台ずつ、9時で決められた、順番通りにスタートした。フェルナンガ・アブリエルが乗るロレーヌ・ディートリヒは、 1A の車両であり、最初にスタートするはずであったが、ガブリエルは発進前にエンジンをストールさせ、エンジンの再始動に手間取ったため、直後に並んでいた、ヴィンチェンツオランチアが乗りにアンペアのフィアットが代わりに、先頭でスタートした。ランチアに続いて、ルノーのエースドライバーである、フェレンクシスの 3A の車両がスタートを切った。34台の出場車両中、 レースをスタートすることができたのは32台だった。最後尾の車両である 13C のクレメント・バイヤードは午前6時49分30秒にスタートした。スタート直後に最速だったのはイターラに乗るモーリス・ファブリーであり、最初の1キロを43.4秒で駆け抜けた。最初の1周で最速だったのはブラジエに乗るポール・バラスであった。 バラスは1周目に52分25.4秒のラップタイムを記録してコース上の3番手に浮上しタイム上では首位に立ったフェルナンガブリエルは1周目にサンイコールカレの均衡で車の故障からコントロールを失いリタイアを強いられたバラスは2周目も首位を守ったが3周目にはルノーのシスに交わされ2位に交代したサンイコールカレに向かう 直線区間を走行するカミーユジェナッチのメルセデスビが登り、気温が上がるにつれ、舗装に使われていたタールは溶け始めた。溶けたタールは車輪で跳ね上げられて、ドライバーと同乗メカニックの顔面にかかり、ゴーグル内に侵入して、目の炎症を引き起こした。ルノーに乗るジェイドモンのゴーグルは壊れており、多量のタールが目に入ってほとんど前が見えなくなった。エドモンはピットに入って、 ゴーグルを交換しようとしたが、レース中の備品の交換は、ルール違反であるとされて認められなかった。ドライバーの交代も禁止されていたため、エドモンドはそのままコースに戻り、2周後にリタイアした。フィアットに乗るワールドウェイルショットは、3周目の時点では14位だったが、5周目の開始時には3位まで順位を上げていた。しかしウェイルショットは5周目のビブレの近で、コースアウトを喫し、 リタイヤを強いられた。シスは3周目にバラスから首位を奪うと、そのまま順位を譲らずに、初日の走行を終えた。シスが記録したタイムは5時間45分30秒04であった。周位から26分遅れの2位につけたのは、クレメント・バイヤードに乗るアルベール・クレメントであり、クレメントから15分遅れの3位はフィアットに乗るフェリーチェ・ナザーロだった。 レース初日に完走を果たしたのは、計17台の車両であり、最下位は8時間15分55秒0のタイムを記録したロレーヌ・ディトリッヒに乗るアンリ・ルージエだった。夜間にチームやドライバーが車両に変更を加えることを避けるため、レース2日目に出走する車両は、全車、パルク・フェルメに隔離、保管され、フランス自動車クラブのメンバーによって翌朝まで監視された。 競技者を牽引する馬初日の走行で各社が記録したタイムはそのまま2日目のスタート時間となった。シスは前日に5時間45分を記録したためレース2日目を午前5時45分にスタートした。同様にクレメントは午前6時11分にナザーロは午前6時26分にそれぞれレースをスタートした。各社をパルクフェルメからスタート位置まで牽引したのは エンジンの爆音に鳴らされた馬だった。ドライバーとメカニックはレース中以外に車両への作業を許可されていなかったため、シスとクレメントは二日目が開始されるとそのままピットに直行しタイヤ交換と車両の整備を行った。ピットでのクレメントの作業はシスよりも早く終了した。一方で3位のナザーロはピットストップを行わなかった。結果的にクレメントは シスとのタイム差を縮め、ナザーロは、クレメントとのタイム差を縮めた。メディアを再生するレース2日目の8周目、オチキスに乗るエリオット・シェパードは、3イコールカレの均衡で、コースアウトを起死した。カミーユ・ユジェナッチとヴィンチェンツ・ランチアの2人は、初日の走行によって、目の不調をきたしており、2日目を前に、レースからリタイアし、おのおののリザーブドライバーと交代することを決めていた。 ジェナッツは無事にバートンと交代することができたが、ランチアのリザーブドライバーは、スタート予定時間になっても現場に見当たらず、ランチアは洋服姿のままで2日目のレースを開始することを強いられた。全出場者で唯一ゴブロンブリリエに乗るルイリゴリーは7周目に、ラジエーター故障でリタイアを強いられた。初日を4位で終えたオチキスに乗るエリオット・シェパードは、8周目に、 参加れ均衡でコースアウトを喫したが大事には至らず、レースを続けることができた。しかし同じ8周目にホイール故障が発生し、シェパードの車はコース脇の土手に激突してリタイアとなった。パナールに乗るジョルジュ・テストルノーに乗るクロード・リシェは2日目の序盤にクラッシュを喫してリタイアした。2周目の終了時、2位のクレメントは3位のナザーロに23分の タイム差をつけていた。しかし一週後にはその差は3分まで縮まっていた。ナザーロは10周目にクレメントをコース上でかわして2位に浮上したが、その直後に給油のためピットストップを行い、その間にクレメントが順位を取り戻した。コースに戻ったナザーロは再びクレメントを追い抜き、最終週の開始時には1分弱まで差を広げていた。優勝者。 フェレンクシスのルノーがゴールする瞬間10周目、シスが乗るルノーの後輪サスペンションに故障が発生したが、シスはその時点で2位を30分以上引き離しており、ダメージを気遣いつつ慎重にレースを続行した。シスは周囲を保ったまま最終周に突入し、フィニッシュラインで優勝者に振られる国旗を受けた。シスの記録した2日間の合計タイムは、12時間12分07秒0だった。 レース中、シスが直線で記録した 154km 毎時の最高速度は他のどのドライバーよりも速かった。ナザーロはシスから32分遅れの2位に入った。そこから3分遅れの3位にはクレメントが入った。4位はブラジエに乗るジュール・バリリエであり、それに続いてヴィンチェンツ・オランチアとパナードに乗るジョージ・ヒースがフィニッシュした。バラスは初日の1周目に、 レース全体の最速ラップタイムを記録したが、最終順位は7位に終わった。完走者の中での最下位は11位でフィニッシュした、メルセデスに乗る、マリオであり、シスからは4時間以上遅れていた。2日目の最速ラップタイムを記録したアンディル・ジェは、パンクにより10周目にリタイアした。ダラックに乗るルネアン・リオ、ビクトル・エメリ、ルイ・ワグナーの3名は、エンジン故障によってリタイアした。 ゴブロン・ブリリエに乗るリゴリーと、グレゴ・アールに乗るグザビエ・シベリド、ボッシュ、イターラに乗るアレッサンドロ・カーニョはラジエーター故障に、見舞われた。エリオット・シェパードとユベール・ルブロン、ピエール・ド・カテール、エービル・メン、ヴィンチェンツ・オ・フローリオはいずれもホイールの破損によって、リタイアを強いられた。フェルナン・ガブリエル・とドゥラ・トゥルブル、アン・ィタールは、その他のメカニカルトラブルに見舞われた。モーリス・ファブリー、アルド・ウェイルショット、 ジョルジュ・テス、クロード・リシェ、ジャック・サルロンは事故による車両へのダメージでリタイアを強いられた。ルノーに乗るジェードモンは負傷が原因でリタイアした唯一のドライバーだった。レース後の表彰式レース終了後、1位から3位までのドライバーはグランドスタンドに導かれ、そこでトロフィーを授与された。優勝者のシスはインタビューを受け、レースの最終局面で自身が感じていた。 不安について語り、確信していた勝利が些細なことで奪われるのではないかと恐れていたと述べた。優勝によって、ルノーが得た名声は、販売成績の向上に結びつき、1906年に約1600台だった、ルノー社の年間販売台数は1907年には3000台以上に、1908年には4600台以上に増加した。一方で、 グランプリは主催者やメディアからは否定的に評価された。レース内容の評判が悪かった要因として、レース距離が長すぎたこと、各社のスタートが90秒間隔とされたことにより、コース上でのバトルが非常に少なくなったことなどが指摘されている。主催者のフランス自動車クラブはグランプリを表して、レース中に車両に触れられるのがドライバーと同乗メカニックだけとされていたことにより、 彼らへの負担があまりにも大きくなっていたと振り返った。否定的な反響にもかかわらず、アッコフは翌1907年に再びグランプリを開催することを決定した。アッコフ主催のグランプリが大きな注目を集めたことに影響を受け、ドイツの自動車団体は自国でも同様のイベントを開催することを決定し、1907年にはドイツグランプリの前進となる。 カイザープライズが初開催された。1901年にポーで開催された自動車レースが優勝者に与えられるタイトルとしてグランプリドポーを設定した例はあったが、1906年にルマンで開催されたアッコフグランプリは国際的自動車レースとして初めてグランプリを名乗ったイベントであり、一般的に史上初のグランプリとして知られている。ピットインした フェレンクシスト同情メカニックがラジエーターの冷却水を補給する様子注釈出展参考文献。ありがとうございます。